超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです 大な,なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康夫の日本最高日本最高へのシーズンの時間です、えー、来週月曜日二十四日から、えー、日本の通常国会が、えー、開会されますそこで、えー、本日は政権与党の幹事長が語る 通常国会の行方と題して国民新党幹事長の下地美希夫さんにお越しをいただきましたよろしくお願いいたしますまあ下地さんの国民新党とは私はまあ与党の統一会派というものを組ませていただいています、はい、ありがとうございます同時にまあ下地さんはえ国対委員長の重責も担っていらっしゃる、はい、まあこの通常国会そうですね一番大事なことは予算がしっかりと、うんうんうん 3月31日までに通ってそれで4月一日からちゃんと予算が国民にですねスタートできると3月31日までったらもう参議院においても全部通ってですねそれで4月から国民にですね夢を与えられるということが一番大事なんでまあこの通常国会の4月までの間は予算をどう通すかとまあいうことになりますま。先生が一番お分かりのように 参議議院院と衆議院はねじれですから予算の場合には関連法案っていうのがありますから予算そのものは30日で参議院の送れば通りますけど関連法案が通らなければ予算が執行できないということになりますからそれをですね自民党が協力してくれるのか公明党が協力してくれるのかそういうふうなことを考えるとなかなか簡単ではないというとやはり3分の2を使わざるを得ないと。 いうことになってまいりますけれども、うん、今民主党が、ああ三百八ですか。あ、なですね。それに、まあ無所属で。僕ら国民新党、新党、日本が読で、十一。それに、社民党が六で17、十七、三百十七。うんうん、それで、無所属が三人で3、三百二十と。まあ、今度は予算の三、あ、二十一になりますね。予算の三と、辻本さんも無所属。から、えー、あと。 いや、辻本は会派入ってますから、会派計算ですから。なるほど、はい。だから。そうすると、と。まだ取りませんですよ。いや、さんも会派に入りました。から十八ですから。まあ、二十一、与謝野さんが入って、二十一になりますんで。まあ、そうなりますとですね。まあ、本当にギリギリの戦いで。皆さん、風邪ひかないように、病気にならないように。やらないと、もう三つしか勝たないわけですからね。なるほど。はい。厳しい。 状況だと思でまあ、えー、その予算案ですけどもまあその野党側は最初から飲むわけありませんよね、うんまあ、あの僕は、うん、その岡田幹事長や、うん、枝野官房長官がですね、うん、修正をありきのような発言をしておりますけれども。 それに関しては非常に慎重であるべしというふうに言っておりましてどうして最初からそんな修正をしてもいいなんていう手の内というかまあその野党に対してね、うん、あの開かれたうん、うん、あ予算審議っていうのをやるというようなサインであることだと思う,思うんですけども、うん、しかし国会というものはあ予算を賛成する ことと初選指名で総理大臣を選ぶ人を与党と言うんですよ。すねうん、この二つを反対する人は野党と言うんですよ。はい、<laughs> だから百二十本法案が出ても共産党でも政府提案に四十本から五十本法律は賛成するわけですね。すねすねだけどこの二つだけは与党野党の一つの分岐点の大きなポイントなんです。うんうん、となるとですね、私はこの去年のね、予算もお別れのように。うん どうぞ開かれたものでやりますよと言って公明党さんにも自民党さんにもお話聞かせてくださいとか言って最後は問責決議まで打たれてそれで予算案に反対されるとまあ公明党が関連法案を賛成したということでありますけどもこれは補正予算でありますから私は本予算ではそれはありえないだろうとだから確かな足し算と言ってるように。 社民党との関係を強化していくとということが大事、うん、いやあの私などは、うん、半分門外観のようなもので素朴な質問を与党の幹事長であり国対委員長の下地さんに厳しい質問かもしれませんが、うん、でもどうしてきちんと野党の人の意見をまずは聞きますよっていうところで、うん、記者会見で何度記者から聞かれても良い意味でおが返しでとどめないんですかね。な、うん、なんでその先のの先予算の修正もありきなどという、うん ドミノ倒しのようなこと言っちゃうんでしょうあの国体的に言ったら、うん、やはり修正というのは最後のカードなんですよねそのカードがあーその予算が関連法案が通るという目安が、ね、見えない段階でね 修正っ若い,い話がだって1回目のデートで今日はお泊まりのグッズも持ってきてるかもって言ってお茶飲む場所に現れちゃったよようなもんですね非常に難しい表現があるんですけどやはりそこのところはねそこのところは私はやっぱり予算審議っていうのを慎重にやっていくと強引にやりませんよというある程度が私は。 ね、あの予算審議の中の委員会審議を大事にしますというところで、うん、まずはとどめてその委員会の審議の中で。うんうん やっぱり一つ一つ結果が出てきたらそれに伴ってという話があってもしかるべきだと思うけど今の段階ではそこまで言う必要はないと思うでまあ18日の日にその岡田幹事長をはじめとする民主党側の人がまあ私どもにも最初の会合でペーパーを出してしかもその後野党側にいろいろとその国会の,その両院協議会のあり方も変えるんだとかいろんなこと書いた紙を出したら早速自民党の大島忠盛さんが <laughs>「 そんなのまずペーパーで国会会期前に持ってきてという話じゃないだろうとこれ国会の話なんだから党と党が紙持ってくる前に国会の中でまず話すことだろうって、うん、なんかちょっとお子様をたしまめるような発言を早くもいただいたちゃいましたけど、まあ田中代表も私もあのペーパーをね頂、うん、きましたけども、はい、私からしたら今集中すべきは 予算を通すすこと、うんすね、集中すべきはすだから国会改革というのは予算が通って終わってからおやりになると、うん、問責決議の位置づけにおいてもそうだし両院協議会についてもそうですと、まあ、その最終的に両院協議会になるという思いであれを出しているかもしれませんけど、うん、私はそれもまだ早いんではないかと、うん、やはり与党内で論議をする、うんまあ、そういう程度に、うん、しておいて。うん まあ別に我々は揚げ足を取るわけではなくて国民に良い政策を実現してこそ政治なんですがあのペーパーも大変危機だったのは冒頭にこういう形で国会で何も決まらない空転をしているような国会では国民から見放されるみたいなうんぬんがあってですねなんかちょっと喧嘩を売ってる感じでそれで我々も与党として野党ではない与党として反省すべき点はあるっていうんだけど。 もしあの紙を野党の方見せるんだったら我々も反省すべき点はありますとで他方でそういう中で国民の厳しい視線もあるので良い国会にしましょうとう、うん、なんか文章があの菅さんの歴史への反逆と同じでなんかちょっとやっぱり、まあ、あの政治のなんかタイミングみたいなものがあるじゃないですか、うん、タイミングみたいなものは私たちが国民に一番貢献できると。はい 田中先生も選挙区行って私も選挙区行って多くの人と会談をして何が悩みなのかっていったら景気が悪い生活が厳しいそういうふうな状況で今度も大学生の就職についても厳しい状況が出てるし高校生なんかもにしても相当ですようちの沖縄で50%切りましたから高校生の就職率っていうのはそういうふうな状況をやはり改善をするということの一番の要因は何なのかっていったら 予算なんですよ、ねですね、予算が今一番なんですよ、うん、一番は国会改革でもなければ、うん、一番は小沢一郎さんんの問題ででもないんです、はい、で今回は先ほど申し上げたように確かな足し算をやっても3つしかオーバーしないと、うんうん、ねプラス要因がないと、うん、3分の2にですね、うん、となると小沢さんの問題が究極的になると、うん、もう本当に予算が通らない可能性が。 あるわけ。まあ、私が総理大臣ならば、うん、党内闘争は予算が通って終わってからの話ですよね。そうですね。うん、だからその永田町、あるいは党内に不条理があると言ってますけども、うん、国民からすればその世の中に努力をしている人が報われない。不条理があるだろうと、そ,うそこを改善しろって話ですよね。本当にですよ。うん、政権が変わって。予算は政治ですから。 その初めての予算なんです。うん、私たちが政権帰って初めて作ったのが今回の予算で、去年の予算は自民党の予算なんですよ。八、うんうん、月までに概算要求で出来上がったものを、うん、切ったり貼ったりしたからやったから、うん、本物の予算でないことだけは確かなんです。うん、この予算を作って出して、子ども手当が、高校生の授業料の無料化が、うん、法人税の減税がということが全部十二月やそこらで結果が出てきて、ほら。 良くなってきたでしょ？ってやりたいわけですよね。うん、僕らは、うん、そういう風うな状況であることを考えれば予算なんですよ。その危機感っていうのがどうも。あのインターネットで民主党の両院議員総会を見ていたりですね。 しても伝わらない挙句の果てにはまあ個人攻撃ではなくてこれは一国の最小ですからその政治と金の決着っておっしゃってる菅直人さんが全国から来たその地方の全国の幹事長の会合で「いや私のような市民政党出身の人間からすれば驚くほどの金があるんですとこの政党には」とぜひ皆さん大いに金を使って選挙をやりましょうと。 言ったってのはこ、これ、すごいブーメランだなと、とですから。<laughs> まあ、皆さん、あのー、ぜひ、あの、民主党の実はホームページに映像で載ってますけど、あの。えー、国民新党の亀井静香代表が。うん 挨拶をしたんですねでそこであの非常に大事なことを言ってて「その1年半前に市場原理主義と決別をし日本の良き文化伝統を守りながら元気な日本を作ろうということで皆さんと共に戦ったと」と「あれから1年半であります」と「政策の実現が政治であります」と「あの時に国民や国家に対して約束をしたことが自民党が言っているように間違っているのであれば政権の座から去らなければなりませんと」と。皆さん一致断結束 火の玉になって誠心誠意取り組んでまいりましたか、ね、そうではないと今の民主党でいいんですかみっともないみっともないこう言わざるを得ないではありませんかと、うん、皆さん方の奮起を心から切望いたし私の挨拶にしますとこの最後の部分は報じられたと思うんですけどもね非常にこの時に実はその2000人の会場からこう最後火地の底から出るような拍手が出たんですね。他のそのそ後に あの挨拶をされたり方針を説明された方よりもやっぱり多くの人がそう民主党の人も思っているしかし全体としては先導が多いのか少ないのかうまくいかないこれはもう下地さんはその私が解放来る前からずっと幹事長や国対委員長をされてきて政調会長もされてどこに改善すべき気はあるんでしょうまあ私は時間が必要だと思うんですよ。 やっぱ政治という仕事を菅総理も鳩山総理もやってまいりましたけど与党の時と野党の時とというのは政治がもう全く違うんですよね僕に言わせるとで今慣れてない部分もあると思うと慣れてない部分もだからみんな慣れてない部分が与党経験のない人が多いもんですから役人との対応も慣れてない政策を決定することも慣れてない。 そして決断したらその効果がどうなるのかということの評価を見るのも慣れてないと非常にそういうふうな慣れてない環境が今い,い人がまとまとってない最大の要因だと思うんですよねだから私は一回ですねもう少し時間をかけながらやっていくそれで時間をかけながらやっていくというときには慌てず本人たちもね先ほど言った TPP の問題も消費税の問題も急には言わない。 時間が必要な人は急には物事をやらないんですよね。ねゆっくりまあ今は確かめながらやっていく、うん、そういうふうなその自分があまりうまくないできてないという気持ちに立ったやり方をしていかないと、うんうん、僕はなかなかうまくいかないと思うんですね。うんただまああの一方方ででねでもも国民の方もじゃあ実際にその ポジションについたらどれだけできるのかな自分はと思うかもしれませんけども別に私のことではなく例えば橋本徹という人も政治経験など何もないわけですよ彼がやってることが100%全員同意するわけではないでしょうけどもやはり直感力であったり洞察力であったり想像力でこういう点がとりわけ洞察力というような点がセンスの問題としてこれは経験があるなし。 もしかすると前の段階で問われてのかまあそれはないとは言いませんよ政治家個人の能力ですからただ知事をなされて経験からしても知事ってものすごく自分の意思表示がはっきりできる物事が決められる議会との対立もありますけど総理大臣って議員内閣制って党から選ばれてきて作る母体なんですよね。だから結局は その党内においいいいいてもろろんんなな人人ががまますよた、うん、だから党内においてもこの部分は私がこれを言うとここに合わない人がいるなと、うん、この部分を収めといてもう一個のこの部分をきちっと認めてもらおうかなとかって言って自分の個性を全部出していく、うん、歴代の総理大臣見ててもやっぱり一つか二つなんですよね大きなものっていうのは。中曽根さんが国鉄改革をやってみたり、うん 橋本さんが普天間の移設問題を誰もできないと思うのをやってみたりとかっていう、うん、橋本龍太郎さんですねだから、うん、今田中先生がおっしゃるように何をやりたいかが、うん、ねあの見えないと言われるところが先ほどの会話の中でもあった、うん、そうですねサンデー毎日という雑誌で中曽根康弘さんが語ってらっしゃってあこれは週刊ポストでですちょっとね、うん その誰でもこれをやりたいと思うことは一つあるんだけど菅君は野党の時代からこれをやりたいこれだけはやりたいというものがあったはずだけどなで論外になかったのかなとおっしゃっててまあだから近頃総理大臣のおなりになってから社会保障を経済にっていうまあ新たな考え方とか今言ってる社会保障と税の論議とかってねまあその部分は私はあんまり参加 賛成でできないんですけど社会保障っていうのをキーワードにしながら経済を作り、あり安心社会を作りたいということを近頃は数多く言ってるんで、うん、まあこのことをやりたい内閣なんだろうなというような感じは、まあ、見えてきたんじゃないかと思うんですよね。ででもも国民はううそう思ってないいななんじゃないですか つまり国民が思ってるのは先ほどまあその知事と首相が違うと言いましたけど例えば尾沢一郎さんのような人は首相というのは何でもできるんだと逆に大統領もできるんだとまあまあかなり僕はそれ当たってると思っててところが今の内閣の首相ができていることは三木武夫さんと同じように辞めないということにおいてえできてると。 いいうくらまあしかし今は私たちとしてもですね田中先生もこの自民党から変えるための一つの勢力を作ってきたんで必ずこの評価っていうのは私たちに返ってくるわけよね私たちに返ってくるんでだから私たちもどっかで菅総理大臣のその,その姿勢の批判とサポートと やっぱ提案とっていうのをやっていかないと、次の選挙はどう見ても国民新党も新党日本も与党なわけで、この予算も私たちの予算なんですよね。そういうのをね、だからどうやって私たちがちゃんとした意見を言っていくかと、で彼にもそれをちゃんと聞いてもらえるのかというようなことをね、考えていかなければいけないなと思うんで、そのためには先ほど言ったようにやっぱまとまらなきゃダメです。もう民主党内のこの いいざこざこうか、ねうん、その小沢問題をこれ以上長くやるっていうのは、うんうん、もう国民生活の本来の姿にあの目が向かなくなっちゃうと。思います、うん、ですから我々は決してこれはおとしめる批判なんではなくて、うん、より良くするための批評であり提言であると、うんうん、でこれを、まあ、亀井さんの挨拶にもにも多くの代議員から 期せずして大変に一番大きな拍手が出たというのは、ここの方が思っていらっしゃる。しかし、ここが思ってても、世の中がも舵取りがそうならなければ、これは。日本の戦争の悲劇と同じですのでね。ぜひここを理解いただきたい。そこをね。田中先生にリードしてもらっていよ。何もしゃいますか。ただ、これはあの手前味噌になるかもしれませんけど。下地さん、ん、がですね。亀井静香さんと一緒にかなりの予算に関しても。あの、良い意味での粘り腰をして。 かなりその国民新党が提案してきたことがその電線地中化という亀井さんが言ったことあるいはまあ私が知事時代にもやったその木製ガードレールというものが国として初めて具体的に予算としてつけるとあるいは川に関しても堤防の中には今まで鉄の板は不純物だから入れませんと言っていた河川局が砂利だけではない堤防にするために鉄の板を入れることの調査費を具体的につけて始めると。 いいうよううよになったとっのははこれはとても大き今までのない予算ですからだから予算の仕組みを小さくずつでもいいから変えていく、はい、そうやって林業と公共工事を一体としてそれで地域の活性化を作っていくというこういう一体感のあるリサイクル型のそういうやり方をですね初めて今度できたんでこれが広げていけば ものすごく面白くなってくるかもしれませんね。うん、地域雇用が5倍になるのが木指されているんですね。あるいはそのまあ、えー、菅さんはその200億円待機児童のために使うんだということをその20分にわたる党大会でも、うん、具体的な事例としては一つだけ上げますと言って200億円だったんですね。うん、ただあの我々が一緒に協力できることはそのプレゼンテーションの仕方が、うん、おそらく200億円待機児童に使いますと言ってもみんなじゃあどういう変化が起きるのかなって。うん 見えないと思うんですよ、うん、もしかして待機児童のなんとか協議会っていう外郭団体ができちゃったらまたそこにお金いっちゃうよねと、うん、それでまあずっと厚生労働省の人に亀屋子さんがおっしゃってるのはいや富山県や佐賀県そしてまあ長野県でもやってた拓養老所という、うん、そのデイサービスのところに保育士の人がいれば待機児童を一緒にお預かりして、うん、じいちゃんばあちゃんとちっちゃい赤ちゃんから5歳の子までいるってのが世代分断じゃなくていいよねって。 って言うとだそういうのやりましょうよって言うといやそれは簡単に自治体がやる気があれば両方の補助金とか助成金使ってできるんですって言うんだけど現実にそのできてないんだったらやる自治体がないんだったらやっぱ気付かせるっていうこともうん、うん、国の大事なことで、うん、こういうういいプログラムをやれますよっていう提案うん、うん、そうすると200億円どころか、うん、それこそ子育てが終わった保育士の人を、うん、最寄りの保 あのデイサービスに来てもらうようにすれば、あっという間に待機児童解消なんですよね。だから、先生のこの木製ガードレールでも、自治体がどうですかって言ったら。先生はね、国営でやりゃいいじゃないかと、まず示そうよと。あ、そうですね。国土交通省は最初、いや、自治体がやりたいと言ってきたところにはあったんですよ。でも、もし気づいてない自治体があれば。これはあの地域主権っていうのは、自治体が言うまで黙って待ってんじゃなくて。 国が押し付けじゃなくてこういうのどうって示すってことですよねだってやり方いっぱいありますよあのそうやって自治体じゃなくて、はい、保育連盟なら保育連盟の、はい、担当者呼んで,で、ね、あなた方の教会でまず1個まず各県で47作りなさいとそこでおじいちゃんおばあちゃんと、うん、そこに国がお金出しますからやってみたらって、うん それまず誰かにやるそうって言っても誰も分かんないから、うん、まずどの県にもこの保育連盟の協会あるか認可保育園の協会がある,そ,、ね、るそこでまずやってみてよ、うん、それで見てあ,あこういうやり方でできるんだなと、うん、おばあちゃんもいて子どももいてそれでこれが認可保育園の許可もあって介護のシステムもあってできるんだなというのを47カ所まず200億で作ればいい。うん、それで終わったら 200億どころか47箇所どころか多分あの300箇所で,あのもっとできちゃいますよ、ね、そうそうこれをまずやって<う>終わってから物事を見たら、うん、毎年毎年各県で2つずつ増やしていけば、うん、介護と保育が一緒で、うん、今先生がおっしゃるようなねそういう仕組みを広げようと思えばいくらでもできる話なんで。 まあ、あの私が実はあの下地美雄という人をです、ね、あの非常に一目を置いてるのは私はまあ別に気上の空論じゃなくてこういうことできるよ私もやってたよってんだけどそれを具体的にですねこうやったら気づいてないと思うのできるよっていうことを即座に浮かぶっていうのがこれは下地美雄の添付 <laughs> の才だなって褒め合ってどうするって話ですけども。<laughs> でもなぜそれが それが政治主導なのに、なんでそのその良い意味での発想が出てこないんだろうう、ねね。この200億の始め、今日初めて聞いたんで、うん、これやりましょうよそれだったら。うん、あそうですよ。うん、だと皆さん多分200億って何に使うんだろうかと。うん、でまあ村木敦子さんという演材であった方が担当するってうんですけど、逆に私は村木さんは有能な方だと思いますから、その障害者自立支援法っていう福祉関係者は誰もがですね、とんでもない法律というのを作った立役者なんで、うん、やっぱり優位な人はですね、同時並行で。 障害者自立支援法も村木さんによって至らない点は、あの改めますと。いうのをやり、そして、本当にお家にもう一回子育ての後入っている保育士の人が。ね、拓陵労働所で働けば。そうですよ。ハッピーだと思うんですよ、ね。いや、これちょっと、やりがいありますね。ああなるほど。まあ、あの、まあ、こういう話をですね、そうですねと言ってるだけではなく、やっぱり私たちは。 ですからあの政権与党としていいだくだく従うんじゃなくて、うん、そして別に足を引っ張るんじゃなくてえ彼らが一人一人亀井さんの拝撮に拍手をしたけども、うん、あまりに412人で言えないものがあるならばそこをきちんと我々は言っていくと、うん、まあだからねもう時間もあるから先生とお願いしてやりたら、うんはい、だから社会保障と税の改革が一体だという発想よりも 社会保障のあり方と、ね、財源のあり方を考える。財源のあり方を消費税にすぐ言っちゃいけないんですよ。先生が知っているように、このタンスの中に。寝てる銀行口座に寝てるものが、どうなのかと、この前宣国ね、代表休眠、うんええ、口座です、ね。民主党もかなり休眠口座活用しようという,う,う,う。加盟代表が言ってる、この国債の話、うん、無利子国益課税国債どうするのか、ね、はい、今。 私たちの財源論っていうのは一挙に消費税に走らないでこうやって赤字国債や建設国債じゃなくてお金を集めることがこの国にできないだろうかとかね無駄の話は蓮舫さんに任せましょうあんまり誰,誰もが先導になっちゃいけないんで任せましょうこれ頑張ってもらいましょうしかし彼らにかけてるのは新しい財源を探す仕組みを税だけに頼っていることなんですよね。 そこのところを僕らが一回提案してあげたら変わってくると思うな。 あのまあ行財政改革ってよく地方自治体では言うんですけどその時私この言葉使っちゃいかんなと行財政改革と行政改革をする前にですね自分たちは血を流さないで財政が財源が足りませんとだからお金国からください増税させてくださいになっちゃうんですね。ですからその意味で言うとこの税と一体化したその社会保障制度っていうけどその前にまず我々の中の埋蔵金どうなったのか国家公務員だけじゃなくて地方公務員の待遇とか配置転換っていうのもどうするか。 するのかとか、やはりこの辺のことをきちんと言えるのがある意味ではその民主党とは違う立脚点の我々が国民のために一緒にできることかなと。田中先生の大胆な発言に。何を教えますか,しますかも。ということでもう下地幹彦さんのですね, <laughs> ねこの素晴らしいアイデアマン行動力の方を本日はお迎えをいたしまして通常国会の行方をお話をさせていただきました。それではどうもありがとうございました。 日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。